はい、どうも。12月に入るとどうしても、ああもう年もう終わりか、まるで去年のあの年越しがまるで昨日のことのようやもんなって言われますけど、昨日のことと言われると、ああそうですねとは言えません。ワイワイと申します。よろしくお願いします。ウィッシュ。今回はですね、前に上げた動画でですね、私スコーチビーストクイーンという、メインミッションを終わらしたら、あスコーチビーストクイーンという魔物が現れたというような感じのメインミッションの終わり方をお見せしたと思うんですけれども、今回なんとですね、スコーチビーストクイーンを早々に私たち倒してしまうんですね。この動画が何分あるかわからないですけれども、おそらく冒頭の5分で話は終わってしまうと思います。はい、5分以降はほとんどがお遊びということですから、あどっちを楽しみにしてるかわからないですけれどもね、スコーチビーストクイーン倒したところをぜひ見ていただければなと思います。ではどうぞ。はい、皆さんご覧ください。これはですね、前回の収録から1日経ったところなんですけれども、無能さんに呼ばれたんですけれどもですね、誰かが徒党を組んで、このスコーチビーストクイーンを呼び出し、さらにはですね、ここまで体力を削っているという状況ということで、僕も一回加勢して、僕と無能さん、さらにはミネイさんが今いるかいないかちょっとわからないんですけれども、その状態で加勢して、まるで僕らも戦ったと言わんばかりにしたいなというふうに思っています。よし、倒すか、雑魚を。ちょっと待って、隊長デスタンバリンしか持ってないから今、隊長デスタンバリンしか持ってないから、みんな聞いて、ここにいるみんな何人いる、何人いるか分からへんけど、みんなが一丸となって戦わないと倒せへん敵やと思う、リーダーは。だからみんな一生懸命戦って、うん、俺それだけ伝えたい。俺みんなでこう鼓舞するから、俺こうタンバリンで、おい、はい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 、隊長デスタンバリンしか持ってないね。みんなのだから力が今一つとなろうとしてる。はい、クロックスいいね、クロックスいいね。はい、そっち行った、そっち行った、ロッチの方行った。やったな、行って。107って、レベル倍ですやん。ああ、いい。鼻詰まってきた、隊長鼻詰まってきたよ。カウントして、落とした、隊長決めるから、最後の一撃、隊長決めるよ。カウントして。ああ、言ってるわ、言ってる、今、ほら、はい、ドン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 、はい、もっともっと、ドン、はい、耐えて、火をくべろ。その戦いというキャンプファイヤーにな。はい、ドン、はい、もうちょっと、はい、もうちょっと、隊長の温度に合わせて、ドン、ドン、ドン、イエーイ、やりました。はい、全部モーター、はい、全部モーター。写真撮りましょう、ほら、あ、おい、いいぞ、ムノ、いいぞ、ムノ、写真撮りましょう、のアクションした、写真撮ろうよ、みんな、せっかくここでやってたから、隊長のが撮ろうとしてんだから。ああ、いいな、分かってきてるな、逆光で見にくいな、おい、逆光で見にくいぞ、言うてる、はい、取っとけ、取っとけ、ドラボ、はい、よいしょ、あ、殴られてるぞ、ミネイ殴られてるぞ、ミネイが殴られ殺されたぞ、おい、うちの仲間はお前、よくもやらなかった、お前、いや、黙って帰れると思うんだ、この野郎、ふざけやがって、この野郎、殺せ、早く殺せ、こいつを。ミネイの相手いるぞ、ここに、ミネイ。ミネイ、お前、ちょ、こっち来い、仲直りしろ、武器をしまい、武器を一旦しまって、仲直りしよう。おお、行った、仲直りしたな、おい、大丈夫か、お前、仕方ないな、これ、やってやられてるな。やってやられてた、違う、これは殺戮の戦いが始まる。おお、ベンベンベン来た、無能のベンベンベン対決来た。おあんまり、そう、もうみんな大丈夫か、もうみんなお開きっていうことでいいな、みんな、うん、お開きってことでいいな、オッケー、エビバディ、オッケー、オッケー、レッツゴー、じゃあレッツゴーゴー。まあ、いた、ここにほらレベル160の人いるから、先輩いるから、先輩、お疲れっす、先輩お疲れです。先輩、あ、パワーマンも先輩の活躍のおかげで僕らほんま頑張りました。先輩、ありがとうございます。いった、ありがとうございます。先輩、ほんとありがとうございます。よし、よかった。先輩、お前、先輩の家にお前居候しやがってよ、この野郎。おい、持ってると思うなよ、お前、今だけやぞ、先輩、お前、先輩怒ったら、お前、何やねん、この体勢は、ほんで、お前、どういうフィギュアやねん、どの角度から見たら前やねん。あー、すごい、ザックすごいじゃん、カモフラージュ柄を着てカモフラージュされてたやつ初めて見たぞ、ザック。
ものすごい浮いてるぞこの地区では。え、いいな、かっこいいな、ザク。ザク、もうちょっと左上に行かなきゃならないんじゃないか、お前は。はい、今倒したところでして、本当皆さんお疲れ様でしたね。まあ仲間の方々はどっか行ってしまったんですけれども、私先日ソロを私がした時にね、一つ伝えてたことなんですけど、視聴者の皆様には、あのエヴァンを殺すっていうミッションがあったんですよ。これね、これ僕一回話したと思うんですけど、監督官のログレスの人の婚約者なんですけど、この元婚約者とついてるのも監督官は泣く泣くね、監督官は自分の仕事に旦那を巻き込んだら旦那は死ぬからって、でも旦那はついてきて、そして旦那はスコーチにかかって死んじゃったっていうか、スコーチにかかっちゃったっていう過去があったわけ。これに俺は深く心を打たれた。でエヴァンを俺は見つけに行ったわけ。だからこのエヴァンを殺すやつを俺はやったわけ。 やったらエヴァンはもう死んでたわけ。だから俺一生殺せないの、俺には。それ分かるよね。だから俺は殺せないのよ、だって死んでるから、もうエヴァンが。でもこれ3人で行けば、もしかしたらエヴァン生きてるかもしれないから、ちょっとエヴァンのとこ行ってみよっか、みんなで。一つ言うていい？今日俺のポストに生活騒音に関してっていう入ってて、紙が。で、深夜の時間帯に誰かと喋られている方がいらっしゃいます人それぞれ生活にはその起きている時間などには差がございますがなんかし、あれ頑張ってくださいみたいな、気をつけてください書いてあって、ああそんなやつもいるんだって俺は思ったね。うん、俺は思った。ああそういうやつもこの俺の家にアパートにはいるんだなって。うん、まあこれデスタンバリンだけでいけるやろエヴァンは。たださ、最後のとどめはエヴァンの最後のほんまにそれだけは頼むで。もうまかり間違ってもお前らがエヴァンを殺すってことなしにしな。俺がエヴァンを殺すって言われてんねんから、俺はほんと殺したくたかったかったんやから。いや別に人の命を奪うことは俺が好きなわけじゃないよ、じゃあねえぜ。やけれども、こうやっぱエヴァンに対しての俺の感情移入っていうのも、その感情を注ぎたいということ。僕はこのリズム太鼓のこの音色に乗せてね。で俺どこで使うの俺これ。え、動画始まって早速俺スコーチビーストクイーン全然知らんやつらと倒しましたから始まんのこの動画って。そんなことある？そんな不協和音ある？僕は嫌だ不協和音でやろ。サビが低いからあれ、もうちょいわーって言うてくれたんやな、サビはな。僕は嫌だ不協和音でなんやねんって感じやな。あ、最後から始まる映画のタイプのやつや。メメントや。じゃあメメント、皆さん見てくださいね、知らない人は。メメントっていう映画があってね、僕好きでね、2回ぐらいは見たんですけどね、やっぱ1回見たらもう意味分かってるんで、もう面白くないっつって。今無能さんがチャットでアルパチーノのやつって言われましたけども、それアルパチーノかもしれないし、多分違いますね。はい、多分違います。監督官のノブです。俺たちは入る。無能が今敵をせき止めてくれてる間に俺たちは行こう。よし、エヴァン待ってろ、今行くからな、どけろ。待て、ゆっくり行け、ゆっくり行け。おい、何してるんだお前は。ゆっくり行け。ここに本来であればエヴァンがいるはずなんだよ。エヴァン、エヴァン、私が見た時はエヴァンは顔面と体がつながっていなかったのに、エヴァン会いたかったんだ。エヴァン、ちょっとエヴァンと、じゃあ俺二人だけで話させてくれ。二人だけでいいか、二人だけ話して。エヴァン、お前に会いたかったんだよ俺は。エヴァン、ちょっと話をしような。よし、分かった分かった、お前の言いたいことは随分よく分かってるな。監督官です。どうだエヴァン。監督官です。馴染みないか、お前に。お前の耳に馴染みあるだろう。監督官のログです。だからどうだ、お前を探してお前監督官はずっと走り回ったんだぞ。違うか。エヴァン、エヴァンを殺してほしいんですって言ってたぞ最後の。お前それだけ伝えられたらもう感無量だ俺は。なあエヴァン、はい、死ね、もう一度死ね。よし帰ろう。宇野は、俺はどうしてもこれをやりたいんだっていうミッション あるか。いいね、それを一つ一つやる時間はあるはずだ。24分あるから。ないのか。ない、ねえわ。
どうしてもやりたいミッションあるだろう、1個や2個。これちょっと気になってたんだと、どうしても僕もこれしたかったんだというミッション、ないか、ないんかい、ないんかいって。ダメだダメだ。ということで、私たちは次特にしたいミッションもないということですから、あ、この、どこでしたっけ、放棄されたボグタウンというところにちょっと行こうという話に、無能さんがおっしゃってくださいましたので、そちらの方に行っております。まあ、おそらくワークショップというね、私全然使ってまいりませんでしたけれども、フォールアウト76で新しく追加された、あ、そういった要素がございまして、新しくっていうわけでもないかな、それが本来のキャンプやったかな。でもまあ、そこの部分に家を建てるというか、あ、なんかこう施設を設けられるという、そういった場所があるんですね。まあ、これあんまり利用されないんですけれども、プレイヤーからすると。ここで本来ね、PVP、プレイヤー VS プレイヤーの戦いが行われたりするというような本当は場所でして、あー、ダメだダメだ。だからこういうところもしかしたらアップデートとかされていくと、どん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 集まってくるかもしれない人がね。まあ、とにかくここかな、この近くかな。ボグタウンって何？あ、これ何これ、すごいやん、これものすごいバランス感覚、お前優れすぎひん、これ優れすぎるで、ボグタウン。これえ、ここ上がっていっていいっすか。うわ、ミュータントいるんちゃうこれ。あ、ミュータントいるんちゃう。あ、いいひんも。あれで、これちょっと待って、いや、ちょっと待って、お前あんまこっち来すぎたらこっち傾くやんけ。お前そっち行くときに、いや、俺もっと向こう行かなあかんねん。いや、違うって、だからお前と俺とかこっち来たらあかんでって。ちょ、見ねえ、早こうお前、バランス取れへんから。俺の軽さやったらいいけど、なんやねん、あこだけお前アイルランドか、あれ見ねえ、いるのかここに、これ、え、見ねえ、ここにいるのかお前、見えないぞ、見ねえ、どうした、見ねえ、見ねえ、動いてみろ。おお、見ねえだ、ここは、これは見ねえだこの名前がこれ見ねえだ形は見えないけど、見ねえだ、これは。あんなにジャンプできるのは見るしかいない。ちょ見るぞ、一回戻ったら、左行け、見ねえ、見ねえ、右行け、右、見ねえ、右行け、見ねえ、右行け、見ねえ、どこにいる、よしよしよし、ちょ維持しろ。顔は何もないか、こっちは何もないな。おおおおお同じやついるぞ同じ目にあったやつがいる誰が助けてくれこれ全く俺と同じ目にあったやつだ。おお、おお、似合う。おお、ちょっと、そのままおお、おおおおお、あ、ダメだ、もうちょいしゃぶれ、もうちょいしゃ見てくれ、もうちょいしゃ見てくれ。おお、あ、いい、かっこいい、かっこいい、ほらかっこいい。見ねえが一生見えねえ見ねえが一生見えねえ。いや、ここからタックルを今から決めるかと、そういうパワーマス対決になるか思われたら、お前ほんまに見ねえか。いや、見ねえじゃないんじゃないか、お前は見ねえだ、間違いない、見ねえだ、これは。あ、なにこれ、おお、すごい、これなんかこう、手前のやつは左に、真ん中のやつは右に、で、こうギュインギュインギュインって動きそうやな。いいか、それは。そう思うことは、まあうちに秘めとこか。これ何か分からへんからね、僕は。動くのか、ほんとに。モノレールエレベーター、あ、エレベーター、あらあら、あんなところに穴子みたいになった、なってるよ、穴子みたいに。あれ、これを見て、もう直感、これを見て何を思い出す、どう考えてもこれ自転車のチェーンじゃないですか、これ。これ着想は自転車のチェーンですよね、絶対。あ、で、上には上がれないのかな、これ。上には上がれないっぽいね。あ、でもエレベーターつってるもんな。なんかエレベーターらしいあれがあるのかな。これ俺がムノタン、あ、でもムノタンが俺を回避、俺を支えることできひんのかな、みんなでみんなで寄ってたかって、こう地面に、ミネは特にジャンプして、俺にジャンプして、俺に攻撃をしてほしい。攻撃をすることによって俺の落下ダメージがなくなるかもしれへんから、いくよ。俺の命はまだかかってるからな、いくよ、せーの、はいなんかしようなんかしよう、みんなな。あー、優しい、ほら
数少ないスティームパックをこんなことに使うほど無駄なことないよ。遅いよでお前遅えよお前来るの。何してんだよお前は。倒しちまったぞもうスコーチビーストクイーンを。トメ、でももう終わりなんだよ。トメ、動画終わりなんだよもう。っていうのもね、いや違うんだよトメ。もうなんだ、なんかお前背骨みたいな首してんなお前。首の手前側背骨みたいになってるぞ。誰だお前、誰連れてきたんだお前。クローニン連れてきたのかお前。なあ、おい、ムノタンがこっち来いっつってるよ、ムノタンがこっち来いって。おい、ミネイは一体どこにいるんだ。ミネイが見えないんだ一生。あ、よし、入ろう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 。これすごい高いとこなんじゃないか。あ、来た来た来た、トバ来た、トバ来た。あ、気付けていけ、俺らだけ生身なんだからな。うわすごい、ほら高所恐怖症の人見てください、高所恐怖症の人。うわあ、ことか、ほらもうザクロ切ったみたいになってるぞあれ。あー、これすごい、このビールの栓抜きみたいになってたのはこれあれか、モノレールかなんか通したのか。で、あれがディファインズ峠だ。私が過去に行ったことあるあれディファインズ峠だ。おー、何してんだお前。人が落ちるときにはお前手を貸さなかったくせに、落ちることに手を貸すとはなあ、トモヤ。あー、トモヤ、ここにほらサッカーボールあるぞ、サッカーボールある、トモヤ、ほらトモヤ、トモヤの好きなサッカーボールあるわ、これサッカーボール。あ、挟まった、挟まった敵が挟まった。勝ち。あ、こっちにも行けるぞ、こっちにも行けるぞ、トモヤ。ちょ、ちょ、行ってくれ、危ない、早く行け。ああ、さすが、あれをクリアしただけあるな、やっぱお前は一番うまかったからな、アスレチックに関しては。よし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 、こっちも特に何もないのかな。あー、この帽子とかいいんじゃない、トリルビーボー。これはちょっとアパレル関連の私にとっても初めての帽子ですね、トリルビーボー。ここ限定かもしれないですね。あー、着なくていい、着なくていい、お前絶対着なくていいから、それが一番似合ってるお前には、お前にはっていうか、まあそれがかっこいいから。これちょっとどこまで飛べるかコンテストするか、トモヤ。じゃあどこまで飛べるかコンテストしようぜ、これこれで。トモヤ、そう、一番向こうから、一番こっちから、一番こっから助走をつけて向こうに飛び立っていきます我々は。で、こっからどれほどの距離を稼げたか。あー、でも清掃で決めていくっていうのいいね、いいいいいいね。ラビトモは今清掃で決めていった方がいいんじゃないかという提案を彼女してくれました。あー、いいねいいね。あ、怒られてる、いいね、あー、いいね、決まってる、やっぱりそのポーズは清掃でちょっと決めてくれ。あー、でもムノタンもうそれでいい、お前ジャッジだからな、お前が死んじゃいけねえから。あの、起こすなよ、起こしてくれ。あ、スチームパック持ってるか、トップ何してる何してんのお前こいつ、え、なに、プッチョヘンドアップ、プッチョヘンドアップのポーズを撮らせてくれカメラで。なんて面白いことするんだお前、最後に来て人沸かせしてくれるなお前は。あー、いいなー、こいつは持ってるな、レベルは持ってないんだけどな。はい、おたませいましたした、皆さんすいません、時間かかりました。どうした、それそれそれ、いや、これやって、見ね、これで僕苦情来てるんだから。うん、トメは分からないと思うけれども、まあいい、そんなことは。デフリ、それそれそれ、いや、ちょっとそれさせるのやめて、本当に困るから、それそれそれじゃあ無能さん、ちょっと一回無能さん そのパワーアーマーで一回飛んでもらっていいですか。無能さん絶対死なないんで。それでルールとしては、そのトモヤ、トモヤ降りろ、トモヤの位置からバーって走って、ここでまあ飛んで降りたところからは一切動かない。で、前ずっと押しっぱね、ジャンプしたら前ずっと押しっぱね。それでちょっと測ろう、ここにこう乗って、そう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 、この状態で無能さん行ってください。で、無能さんも動かないでくださいね。それで、じゃあ行ってください、一投目、無能さんの一投目。あー、行った、無能さんいいね、あー、無能さんいい記録出たんじゃないこれ。あー、無能さんいい記録出たな、あー、すごい高いな。で、無能さん、それ、あの、無能さんの位置は、あの、なんか置いといてください、そこに。次、ラビトモ、ラビトモ行こう。ラビトモやっぱり肉体的なところだけはほんと すごいからね、目まぐるしい成長を見せてくれてるかもしれない。じゃあ行くぞ、2選手目、トモヤの投擲です、お願いします。よー、いった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 、あー、いいんじゃない、
そう、いい距離行ってんじゃない。そう、動くなよ、動くな、そこ。よし、それでムノタン、ムノタン、それ蘇生させてくれないか、なんとか蘇生させてくれ。ではリーダーであるワイワイの投擲お願いします。いきます。いけ、あ、どうだ、あ、ラビトモを超えたい、ラビトモを超えたい。くぁー、くそラビトモ足らずじゃないか、これ。ラビトモ足らずじゃねえの。うわー、ちょっとだけラビトモの方が上なんじゃない、これ。ちょっとだけラビトモの方が上だよ。マジかよ。ちょ、仕方ない、じゃあ俺3位だ、俺3位だ。ちなみにムノタンどこだった。ムノタンそこか。あ、じゃあ今ラビトモが1位だ、暫定1位だ、ラビトモ。よーし、じゃあちょっとミネ満を持していけ。有袋類の強さを見せるんだ、ミネ。何してんだ、ミネ。どこで落ちてんだ、お前は。よし、では皆さん、記録としては今暫定1位、トモヤ選手、ここに今突っ伏しております。彼の記録を果たして超えることができるのか。次なる挑戦者はミネイさんです。あの頂上からミネイさん飛んでくださいますから、皆さん期待して待ちましょう。さあ、では最後の投擲者、ミネイさんのジャンプです。お願いします。おお、来た、おお、来た。ミネイさん記録出したか。これは結構いい勝負してるんじゃないか。結構いい勝負してるぞ。俺はちょっと接近戦ですね、接近戦です。スタート地点は向こうのあの上のところからですから、 あれに対し垂直にどちらが飛んだかというのをやっぱジャッジである無能さんに判断していただきたいなというふうに感じておりますけれども、どうでしょうか、無能さん。あ、これはどっちだろう、どっちだろう、あ、どっちだろうな、どっちだろう、あ、どっちだ、あ、こっちかな、あ、こっち、あ、こっちか、ボンバーマンかな、ボンバーマン、ボンバーマン、ボンバーマン、それぞれボンバーマン、ボンバーマン、めでたく優勝です。なんということでしょうか、金をくれと、金をせびっています。いやー、これは意外な結末ですね。ミネさん、ちゃんと飛びましたか、あなた。ちゃんとジャンプをしてもそれだったんですか。あー、すごいね、有袋類を超えたんだ。じゃあ有袋類のポテンシャルを超えたんですね、ボンバーマン、あなたは。いやー、素晴らしい。じゃあボンバーマンにプレゼントあげよう。じゃあプレゼントあげます。仕方ない、じゃあボンバーマンにこれあげよう。ボンバーマン、これ受け取ってきてくれ、ボンバーマン。もう俺本当はこれもう1個しかなかったら、もうこれあげたくないんだ、本当は。僕二度と手に入らないから。レベル足りへんかった。あれ、そ、む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 のやつは、む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 、ちゃんと頭叩いてるってやばいな。むののやつは、むのもなんかあげたんだろ。あー、ボンバーマン、あー、ボンバーマンレベルアップされた。いいね、ボンバーマン、すごくない、なんか見える、それ、見える。わあ、かっこいいね。いいじゃない、なんかその太ももについてるイボイボがまた、ああ、やっぱなんかアップデートされたね、これ。ボンバーマン、じゃあそれ大丈夫だよ、次から多分スコッチビーストクイーンと戦っても多分勝てるよ、君。それならまあ勝ったんだけどね、我々は。ほんと申し訳ない、トモヤ君、トモヤ君には言ってなかったけど、あの、僕勝っちゃったんだ、僕ら今日。いや、ね、僕らあの一生懸命ね、あれ、バー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 やってね、あの、倒しちゃってたんだよ。だからちょっとトモヤ君ももう倒すこと二度とないんだけど、うん、二度とっていうか一回もないね。先輩からの仕返し来た、先輩からの。おお、先輩の、おお、逃亡、逃亡です、トモヤ逃亡。ミネ、ちょっとじゃあ、スコーチビーストクイーン役してくれへん。ミネ、スコーチビーストクイーン役な。で、あの、ムノタンは戦ったように戦って、あの、俺らが戦ってた時のように戦って。で、あの、トモヤ初めてやろ、スコーチビーストクイーン戦で。もうやっぱみんなで経験して やっとやんか、4人って。だから、あの、スコッチビーストクイーンやから、ミネが。で、それミネはわーって戦うから、わーって戦って、で、トモヤはそれに対してこう、勝つってとこまでちょっと一回やってみようかな。あっ、スコッチビースト現れた、スコッチビーストクイーン現れた、スコッチビーストクイーン現れた、現れた。よし、倒せ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 、ドンドン、倒せ倒せ、ドン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 。あ、ムノタン狙われてる、ムノタン狙われてるわ。あまりにも強い、スコッチビーストクイーン。あー、強い。あー、ムノタン、あー、ムノタンがやれた、ムノタンが、ここでムノタンがやられてしまった。くそー、トモヤ、あの時の培ったあの戦い方だ、トモヤ、あの時のあの戦い方だ。
てガードしてガードしてガードしてトメガードしてガードして叩いて叩いてマリコン叩いてマリコン叩いてマリコン叩いてガードし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 て一回ジャンプし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 て叩いて叩いて叩いてああやられた勝ったトメイエーイガヤポーズ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 あーやったねやったトメヤよしなちゃんと締めようみんななもう分かったから動画はちゃんと締めようなはい、ということで今回は4人でプレイさせていただきました。これ急遽今回ねプレイすることになりまして、いつもならば私がプレイ、今日は本当はね私レベル上げで来たんですよ。レベル上げてスコッチビーストクイーン倒せたらなということで来たんですが、あそこに無能さんがですねあのスコッチビーストクイーンのクエストありますよと呼んでくださいまして、そこにはミネイさんも来てくださったということで、なんとかまあスコッチビーストクイーン、まあ、トモヤも最後ね一人で倒すというユーモカカな姿が見られたと思います。これはいい締めくくりになりました。前回一応最後我々最後っていう話してましたけれども、今回続きましたよね。例のごとくではございますけれどもまだ終わりません。嬉しがる人がいるのかどうかわからないですけれどもですね、我々まだちょっとしたいなと思うことございますので、トモ君は終わらないんじゃないかなというふうに思われます。まだまだまだレベルとかも上げなきゃならないしアップデートも来るでしょうけれども、よろしければ次回もお付き合いいただければと思います。と言いますことで本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。本日も一日お疲れ様でした。それそれそれポーズポーズ決めてトモヤポーズ決めて